こんにちは、うりさんです。TBSK 夜9時から始まる日曜劇場東京 MER 走る緊急救命室第5話振り返り感想動画です。過去にこのドラマの感想考察動画を何本かアップしていますのでチャンネル登録していただいてチェックしてみてください。MER の練習 心停止からアドレナリン投与まで20秒で行きたい。子供の患者さんの場合、体調に合わせてアドレナリンを調合するのに時間がかかるということで、事前に患者さんの情報を共有してアドレナリンを調合できるようにしておく。このことはなんとなく、後々起きそうな事故に役立ちそうですよね。この練習に音羽先生は参加していなかったけれど、実はちゃんと陰で自主トレしていたとは。 本当音羽先生かっこよかったです。ということで今回は音羽先生にスポットを当てながらドラマの時間軸に沿ってお話ししていこうと思いますので最後までお付き合いください。小規模出動要請 MER カーが出動することもなくメンバーだけが現場に行くこともあるという設定にまずびっくりです。必ず MER を解体に追い込むと言っていた音羽先生が妊婦さんがつけている点滴を見て 指令室にではなく直接北見チーフに電話しました硫酸マグネシウムを投与していてお腹を押さえていると伝えれば必ず北見チーフが来ると信じていたようです音羽先生の起点天沼幹事長に鈴鹿ちゃんが MER の北見チーフの妹だと教え身内をひいして出動要請したと分かれば世間が騒ぐと納得させました 天沼に恩を売り妊婦さんを救うために MER 出動を要請この頭の回転の速さも人気爆上がりの一つになりましたね煙が充満してきたエレベーターの中今まで MER の医師としての活躍が目立っていたのでやりすぎるぐらいしょうもない天沼の体のことを気遣うという演出をしないと完了だということが伝わらないですよね ちちっと下打ちしながらも天の,間の面倒を見る葛藤しながらの演技すごく良かったですね現在の状況エレベーターは1階には到着しているがワイヤーの1本が切れ地下3階まで約 10m 落下する恐れもある赤ちゃんは最大脱出する可能性がありそうなると10分ともたないので帝王切開が必要 ここで冒頭でやっていた鈴鹿ちゃんの手話の意味が分かりましたね。北見チーフが手話もわかるというのがちょっとびっくりでした。スペースが限られていて引き上げる作業とオペは同時にはできない。どちらを優先するかは音羽先生の判断に任せられました。音羽先生の判断。お前の官僚人生終わるぞと言われるも人の命より大事なものなんてこの世にはないんです。 いやかっこよかったですよねヒーローロ現るエレベーターの中へ降り立った北見チーフが音羽先生の顔を両手で挟みましたここはやっぱり北見チーフが医療センターのヒーローだなとつくづく思いますよね天沼先生協力してくれたら一躍ヒーローじゃないですか患者さんを励ますためにいろいろと言葉がけをするのは当たり前ですが 命を救うためには何を利用したらよいのかを理解しているところがさすがでしたね音羽先生本当にお疲れ様でした生まれてくる赤ちゃんの命もカウントに入れてくれて死者はゼロですもうこのパターンは絶対に外してほしくないと思いました大人の駆け引き エレベーター内での音羽先生によると、天沼先生は自分がお怪我をされているのにもかかわらず、妊婦さんを優先するようにとおっしゃってくださったそうです。一番のヒーローは天沼先生です。その放送を見ていた天沼は、ここで音羽先生を切るのは良くない。しばらく MER への妨害行為は控えろという流れになりました。 これで当分何事もなさそうですが9話あたりで最後の妨害行為があるような気がします音羽先生が空白の1年を調べていることに関して北多見チーフは優秀な医師だから大丈夫と信頼していましたね北多見チーフ自身がやった行為を音羽先生なら理解してくれると思っているようです音羽先生が異形技官になったわけ 母親がお金もなく、ろくな治療も受けられずに若くして亡くなった。そうした医療の不平等を是正するために医系技官になった。医療現場に不満を持っていたということではなくて、本当に官僚としての仕事を全うしていこうとしているようです。MER に残るというよりは、立派な官僚になりそうです。次回では、これまでチーム一丸となってやってきたのが、バラバラとなって挑むようですね。 次から次と新しいテーマで挑戦してくるドラマ展開に本当にワクワクさせられますよねそんな第6話は8月8日日曜日夜9時から放送ですこれからも感想考察動画をアップしていきますのでチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた何かの動画でお会いしましょうバイバーイ